「あたってる」
千葉県野田市チキチキ情報局オンフェイスブックライブ、管理人の独り言、夜は友達、通称夜友、今夜は深夜友。全国の皆様こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。いいね、コメント、シェア、どうもありがとうございます。喋る管理人でおなじみ千葉県野田市チキチキ情報局局長&喋る管理人ファンキー利根川でございます。この番組は千葉県野田市及び近郊地域のホットな情報を全国に向けて発信するローカル地域情報番組です。今夜も千葉県流山市松ヶ丘にありますチキチキスタジオより全国に向けて生放送でお届けしてまいります。はい、改めましてこんばんは、ファンキー利根川でございます。はい、いつも本当にご視聴ありがとうございます、令和、どうぞ今年もというかね、令和の時代もぜひよろしくお願いいたしますというね、感じで、スタートでございます。はい、日付変わりまして5月の2日の木曜日になっておりますね、深夜1時3分2秒になったところです。というわけで、今日は、毎週水曜日、お約束になってしまっておりますが、先ほどまで千葉県東金市にありますヤッサーウェーブという、インターネット放送局で、スカイミュージックレディオアネックス、の番組を、やらさせていただいておりましてね、帰ってきてちょっとさっとお風呂に入ってご飯を食べて、さっさと準備してというね、ところで、この時間というね、感じにはなっておりますが、はい、本当にね、お待たせして申し訳ございません。ちょっとね、ごめんなさい、音の方の、ね、セッティングがね、ちょっと今良くないんで、今ちょっともう音切っちゃってるんですけどね、ちょっと寂しい感じなんですけども、ちょっと今ね、最近なんかほらもう結構さ、自分の、パソコンをねこう使ってやったりしてるんですけどもね、なんかもうだいぶ古くなってきてるので、ね、毎晩こう放送してるんでね、機械もやっぱりこうね、使えばやっぱり使っただけかなというね、最近よくこう思うんですけども、あんまりねちょっとこうかんばしくないので、なんとかしなきゃなという、そんな感じもあるんですけども、いいやね。というわけで、令和、初日ということで、昨夜は本当にどうもありがとうございました、たくさん皆さん、ご視聴いただきまして本当に、どうもありがとうございました。いいね、カウントダウン、迎えられたかなというね、そんな感じでありますけども、どうぞ、今年もというかね、令和も令和元年、5月2日になっておりますけどもね、どうぞまたこの、ね、いい調子で、進めていきたいなというふうに思っておりますので、引き続きチキチキ情報局どうかよろしくお願いいたします。どうなんですかね、皆さんはいろんな今日はいろんなところに行かれたとか、ほらいろいろね、神社さんに行かれる方もいらっしゃるし、あとなんか切符とかさ、やっぱり今日のこう日付のものが欲しかったりする方とかもこうねいらっしゃったりとかさ、いたんですけども、僕はね、夜放送があったので今日はどこにも行かずにというね、そんな感じだったんですけども、その辺ね、どっか行かれた方いらっしゃったらね、そんなコメントなんかも、打っていただければありがたいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。本当にね、ちょっと遅い時間のスタートなんですけどもね、
まあ、皆さんゴールデンウィークというね、こともあるのかね、たくさん聞いていただいておりまして本当にどうもありがとうございます。はい、ちょっと今ね音楽ないんで寂しいんですけども、まあ淡々とねやっていきたいなというふうに思っております。それではまずは、出席からいきましょう。お名前言われたら皆さん大きな声で返事をしてください。よろしくお願いします。はい、キキツさんこんばんは、お疲れ様です。京子局員こんばんは、お疲れ様です。はい、ミキジュンヤさんこんばんは、お疲れ様です。有賀くんこんばんは、お疲れ様です。はい、植草さんこんばんは、お疲れ様です。はい、おたかあすかちゃんこんばんは、大丈夫あすかちゃん遅いよ、はいお疲れ様です、こんばんは、ということでね、はい皆さんリアコメありがとうございます。はい、三木純也さんありがとう。皆さん令和2日目グッドイブニングありがとう。京子局員はもうおはようございますというところでね、いただいております、ありがとう。はい、植草さんもありがとう、こんばんはです、ということで、はい、あすかちゃんお疲れ様です、こんばんは、有賀くんもありがとう、こんばんは、というところでね、そんな感じで、いただいている今日の、オープニング、スターティング、メンバーというかね、スターティングチキラーさんというそんな感じでありますけども、ね、まあ今日もまあ別になんだ東金に午後から行ったんですけども、まあまあ道はね、まあ、ゴールデンウィークということもありましてね、ちょっとこう混み合ってる感じはあったんですけども、まあその方が別に ね大差なくて、淡々と、東金にも行って帰ってこられたかなという、まあ、天気がねちょっと今年のゴールデンウィークね本当はさやっぱり、今の時期こう天気がいい時期なんですけどね、今日も行く時も結構こう雨に降られたっていうかさ、だんだん東金に向かっていくにつれて結構黒い雲がねずっとこうあって、あやばいなって思いつつ、走ってたんですけどね、まあ案の定着いたらまあ6、5時半ぐらいかな着いたの今日、たらまあバーって結構ね降ってきまして、どうだったんだろう流山、柏、野田、関宿周辺のね、天気はどうだったのか、今さっき帰ってきたと結構ねいい感じで雨が降ってたんですけど、いい感じって言ったら変だけどさ、雨がこう降ってたりしたんですけどね、今ちょっと外見てないんでよくわかんないんだけど、どうなのかなというね、そんなところでありますけども、まあ明日もちょっとごめん天気予報ね見てなかったんであれなんですけども、明日はね天気良くなればなというそんなことも、考えながらやっていきたいなというふうに思っております。はい、というわけでちょっとごめん音がね今調子悪いんでちょっと音切っちゃってなんとなく寂しい感はあるんですけどもね。はい、おなんか皆さん結構、まあ、お休みということもあってね、たくさん、聞いていただいてるのは本当にありがたいなという、そんな感じでありますけども、はい、じゃあ行きますか、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね、ちょっと30秒ぐらい、なんかやっぱりねちょっとこういろいろもう具合が悪くてさ、機械がね結構いろいろ使ってるんで、なかなかねちょっと直しにも出したんで、まあ、ちょっとゴールデンウィーク開けたらちょっと整備に出したいななんていう感じはあるんですけど、はい、岩井さんどうもこんばんは、お疲れ様です、ありがとう。スイアンありがとう、こんばんは、お疲れ様です。そんなね、ことで、やっておりますけどもね、淡々とちょっとね曲今ちょっと出したいんで、ちょっと今準備してるんですけども、なかなかまあねちょっともう機材も、古いんでね、だましだましというね、感じなんですけども、まあなかなか、ね、買うと高価なのでね、っていうところもあるんですけども、まあ、なんかうまくだましだましでもこう使えるといいのかななんて思ってますけどね。はい、じゃあちょっと音ないけどね行きましょう。千葉県野田市チキチキ情報局フェイスブックグループ板、本日いただいた書き込みを振り返るコーナーからやってまいりましょう。今日の板ありがとうございます。それでは行こう。じゃあまずは、昨夜の、夜とも、ただいまの時間までの、再生回数の発表、やってまいりましょう。アーカイブね、はい、なんかごめんちょっと気が散っちゃってる感じなんでね、はい行きましょう。アーカイブ再生回数217回、217回、ありがとうございます。217回、まあね普段より
3時間ぐらいスタートが遅いのでね、まあその分、回数がね、伸びてる感じはありますけどもね、なかなか200超えというね、そんな感じでありますので、なかなかよろしいぞという、ありがたい、皆様のね、おかげであります。どうもありがとうございます。それではぼちぼちちょっとね読みながら、今日はね比較的少なめなんで、まああっという間に終わっちゃおうかなというね、そんな感じなんですけども、はい、ありがとうございます。いきましょう。はい、それでは今日、はい、三木純也さんありがとうございます。はい、1時間前の投稿、朝9時整理券1000番台ゲット、16時順番900番台来る、私はいつ、みんなどうだったかなというところで、これ桜木神社行かれて、これ何参拝記念参拝するの、ちょっとごめん僕ねあんまりシステムがよく分かってない、御朱印かな、なんかそうもらうやつなのかな。うん、朝9時で整理券1000番台だって、なんかすごいですね。そんなね、ところでいただいておりますけども、はい、コメントいただいてます。小俣さんありがとうございます。昼頃行ったら3時間待ちでしたって、すごいねやっぱり、令和の御朱印だねっていう、ああそうなんだ。岩橋さんどうもありがとう。あ、はい、ミキさんあららということでね、いただいております。はい、あーそっかそっか、やっぱりそうだね、令和の御朱印ね、やっぱりもらうのも大変なんだ ね、こう有名な、こう神社さんとかになるとやっぱり、いろいろね、込まれているというね、そんな感じなのかなというふうに思っておりますけども、結局何時ぐらいになったんですかね、ミキさんは。16時で900番台来るというところだから、結構なかなかいい時間帯だったんじゃないかなと思ってますけどもね。はい、ありがとうございます。はい、岩橋さんありがとう、年越しだからねというね、まあそうなんだね、ちょっとごめんあんまりねこの辺りのあのなんか事情的なものが僕あんまり理解してないんで、ちょっと何とも言えないんですけどもね。はい、京区局にリアコメありがとうございます。217回ありがとうございます。パチパチパチということで、はい、令和の御朱印ということでね、最近やっぱ流行ってますね。僕はあんまりなんか興味ないから、もらったりとかこうしてないんですけどね、お正月とかも皆さん結構こう行かれたりとかしてたね、そんな感じだったんですけども、はい、ありがとうございます。じゃあどんどんね、続けていきましょう。並ぶのやめちゃ、あ、そうなんだ、ミキさん並ぶのやめちゃったなんて書いてありますけどね、そうですか、やっぱりなかなかこう大変なんだな。はい、桜井神社、参拝記念ということで、これじゃ写真だけ撮られて帰ってきたのかな今日ね、なんかそんな感じの、ところでもありますけどもね、令和元年5月1日というところでね、なっております。はい、どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。じゃあ続いて、ね、いきましょう。はい、でその後の、投稿ありがとうございます。ちょっと今ね音を出したくて待ってるんですけどね、ごめんなさいね。はい、じゃあ続いて、これ昨日から、皆さんいろいろねコメントくれてますけども、先日、先月の26日の日に今年度の魅力、千葉県の野田市魅力発信事業、市民が作る、魅力発信事業の応募ということで、今回ちょっと有賀君にね制作してもらってチキチキで行っていただいたんですけども、まあいろんなね、ところで、受付してもらえなかったというねところでいろいろありまして、でちょっと今まあ、個人的にちょっと今日少しだけ僕の見解をね書かせていただいたんですけども、まだ最終的なねところはいかないので、もう少しなんか皆さんよかったらコメントね、打っていただいて、まあ、そのあたりちょっと見て、まあ今週末とか
ね、週明けぐらいまで、ちょっと置いときますんでね、まあいろいろたくさん皆さんもね、気になってると思ってコメントをね、いただいておりますので、よかったら引き続きちょっとコメント等ね、打っていただいて、いろいろ僕もちょっと読ませていただいてね、考えていけたらなというふうに思っております。はい、じゃあまあこれはまた追ってということで、引き続き、コメント、意見ご意見、ご感想をね、募集中でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。なんか皆さん本当たくさんつけてくれてんでありがたいなというね、ところでございますけども、はい、じゃあ引き続きこちらの方またよろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いていきましょう。島田さんありがとうございます。3時間前の投稿、ホテルできるっぽい、市役所隣、元、野田署内、野田警察署跡地、今日、チャリ出勤時、看板見て行ということで、ちょうどあそこの交差点だよね、角のところ元野田署のところさ、なんだガスと並びんところ、の話だね、ホテルができるよということで、なったんですけど、まあちょっとざっと見たらルートインだね多分、ということでね、いろいろ皆さんコメントいただいてる、ミッチ9階建てすごいびっくりというね、ところであります。はい、島田さんありがとうございます。しばらくさら地でしたのでようやく、開発があって開発があってよかったと思いますというね、ところであります。はい、初見先生のお弟子さんとか野田に訪れる外国人の方々、野田には宿泊滞在せず柏に行って聞いたことがありますから、宿泊施設はある意味いいのかもですねというね、まあそれもそうだよね、そういうね、なんか僕もよく泊まるとこなかなかないよなんてこう話をね、したりとか、聞いてたんですけどもね、なんかようやくちょっとこうビジネスホテル的なものが、できていいのかなというね、そんな感じではありますけども、はい、本当だよ。はい、石村さんこれからですねというところで、はい、大沢さんありがとうございます。和明さんありがとうございます。市で審議会を作ってラブホテルではないかを、審議していたようですが、結果どうだったんでしょうということで、まあね、看板ルートインって入ってたので、まあ、ビジネスホテルなのかなというね、感じはありますけどもね、まあそこに今さらラブホテルってこともね、なかなかこうどうなのかなっていうね、感じだったんで、まあルートインかなというね、まあビジネス、ホテルの、イメージでというね、はい、まあね、ちょっとこう泊まるとこがこうね、増えて少し良くなるのかなというね、感じますけど、でまあほら、泊まれるとこあって、あとは、ね、やっぱりこう飲食店とかさ、やっぱりこうちゃんとある程度こう英語表記されて、まあね、外国語でこう表記されてるお店がこう増えたりとかさ、なんかしてくるとね、ちょっとこう遊ぶ感覚で食べたりとかするね、ところとかもこうできたりすると、なんかより一層、特にこう外国の方なんかはね、せっかく野田に来たらみたいなね、ところも、まあ、そのあたりのことがあるから結局ね、こう柏の方にやっぱり行かれちゃうのかなというね、ところはあるんですけどもね、どんどんと少しね、そういう部分もこうやってインバウンドということで、外国の方もちょっとこうね、滞在しやすい野田市に、なっていければいいのかななんては思ってますけども、はい、ありがとうございます。ずっとね、まあ、僕もあんまりあの辺は行かないんですけどね、なんかこうずっと空き地というかさ、何にもなかったようなこう気がしてたんで、なんかできるのかななんてこう思ってたんですけどね、ちょっとこうできるということで、なんか少し、また賑やかさが戻って、賑やかというかさ、ね、やっぱり空き地よりはさ、なんかこうあった方がいいのかななんてこう思ってたりしますんでね、はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。島田さんどうもありがとう。はい、
はい、ミキス、ジュエさんありがとうございます。自己申告で5月1日に来たらいつでも令和元年の趣旨くれるってという、あ、そうなんだ、そっかそっか、5月に来たらって聞いたよって言えば OK だってという、あ、そうなんだ。やっぱり今日のね、まあなかなかね、こう千番台とか行くと並びきんないからね、欲しくてもこうもらえなかった方がこうやっぱりいらっしゃったのかなというね、そんな感じにも、取れますけどね、まあもらえるね、やっぱりね、それをこう楽しみにねされてる方もねいっぱいいらっしゃるのでね、なんかこう、なかなかいいのかなという、そんな感じでありますけどね。はい、スイありがとう。インバウンドなんかより、日本人が滞在してくれる街づくりを先にしないとという、そうなんだよね。まあそんなことをね、が僕もそうなんですけど、まあでもほらいろいろね、インバウンドとかこう話はね、なんかこうよく出てるのをこう見かけるんですけど、まあ僕らもそうなんですけど、まあチキチキはね、それこそ周辺ね街にまあ出歩いて、まあ僕も本当にねなかなか行動範囲が広くないんで、でもやっぱ有賀君とかにこう誘われながら上層行ったりとか、今この間は埼玉の宮代町行ったりとか、ね、あとまあ柏行ったり流山行ったりね、流山もなんか行ったりとか、まあこう周辺地域こう出てきて、行っていろいろこう新しいこうつながりをねこう作ったりとかして、まあいろいろ宣伝をこうしたりはしてるんですけどね。まあ本当だよ、インバウンドとかこう外国人がどうのこうのっていうのまずはね、まあたまたまさっき初見先生のところに来られてる外国人の方っていう話が出たので、まあちょっとインバウンドっていう言葉も出したんですけどね。本当だよ、まあそんなことよりも、まあそんなこと言ったら失礼だけど、ね、周辺の方々がやっぱりこうどんどん野田に来ていただけるということがやっぱりまず先決かなってこうね思ったりとかして、あとやっぱりよく最近放送でも喋ってるんですけども、なんか街の中のことにしてもこうイベントとかなんだにしても、やっぱりこうなんていうの、野田市以外の人がこうなんていうかな、役員じゃないけどその中にこう入って運営とかにさこう回るっていうことがなんか少ないんじゃないかなっていうね、そんなこう気はしてて、やっぱりそういう外の風とかさ、なんか外の方外のから来て外の方の意見なんかもこう入れつつ、もっとこうねやっていける街に、なっていくとねいいのかななんて感じはしてますけどもね。まあ他のね街こう見てても、まあこれもよく喋ってるけど、なんだこの間行った上層だったりもそうだし、こう筑波大学入ったり、この間行った宮代町にしても、ね、近くのこう大学のなんだ方々とこう組んでものをやったりとか、まあね、知ってる範囲では広島県福山市なんかもかなりこうすごい、その筋専門の方をこう入れて、全然こう町じゃない、ね、町に関係ない方をこう、ね、入れて、まあやるね、見るところだとやっぱりこう、まあ、業者というかさ、ちゃんとしたこうそれを専門にやってる会社なんかもこう入れてちゃんと分析したりとかしてこうやったりとかしてるんでね、特にこう地域活性とか魅力発信に関してはね、やっぱりこうプロの手をこうね、借りて、一緒に勉強しながらっていうところがあったりとかするので、やっぱそういうのね、ことも、どんどんね大事、まあもちろんこう観光客を街にどんどんこうね呼び込むのも大事なんですけども、やっぱりそういうなんか物事に対して、街でこうやること、なんかこうだからこの間の魅力発信なんかもやっぱりある程度こうなんていうの、そういうのにこう精通した方をさ呼び込んでやっていかないと、ただねこの間もちょっと電話して話した時には、ついこの間まで水道課にいたんですという話の、職員の方もいらっしゃって、いきなりねこの4月から、魅力発信推進室がなんかできたんですけど、そこにこう配属になったとかさ、まあなかなかそういう方にねこういきなりじゃガツンとやれってやっぱり無理だからさ、こういうのって、だからやっぱりそういう専門性ね、思った方をどんどんこう入れていくのもね、やっぱり手じゃないかな。いやだからまあね、まあ、外国人インバウンドで呼び込むのもそうですし、周辺地域の方をどんどんこう呼び込むのももちろんそうだし、であとこう運営なんだ
そういう魅力発信の事業だったりとか、そういうことにもやっぱり有識者というかさ、それをこうに精通された方をどんどんこう入れて、やってった方がねいいんじゃないかなみたいな、そんなね街になっていくと、もっとなんかどんどん面白くなっていくんじゃないかななんてちょっと僕的にはね、考えております。まあいろいろこう賛否両論あるかなと思いますけどもね、そんなことを普段思ってやってる次第でございます。というわけで今日もまたこれ後で言うんですけど、ちょうど今写真が出てたので、関宿祭り花火大会の写真、ポスターを東金に貼ってきたよというね、ことをこうやったりとか、まあ、それもねなんか一つのこう細かいんだけどさ、なんか町以外の人をこう呼び込むみたいなさ、そんなこうね活動の、一つなのかななんてこう思ってやってる次第でございます。はい、コメントありがとうございます。菊池さんありがとう。あ、菊池さんどうもね、いろいろありがとうございます。毎日はい、武神館、愛宕駅の道場と、綾瀬、武道館練習しているので、柏駅周辺の、あ、そういうことね、カプセルホテルなんでしょうね。外人さんお寿司は柏の副町、行く人多いですねって、菊さん詳しいね。あ、そういうことなんだ。綾瀬になるよね、武道館ね、東京武道館だっけ確か。はい、岩橋さんありがとうございます。流山も今年ホテルができたけど、ルーキーズの時には三郷に泊まってたみたいだったしという。ああ、そうなんだ。流山はね、大高の森あたりが結構ね今、できてるのでね、まあ、そのあたりからかなというね、ところはありますけども、はい、まあ本当だよ、いろいろね、なんつうの、やっぱ難しいと思いますよ、そのあたりはね。でもやっぱり、どんどん外からね、いろんな角度というか、いろんなところで、まあお祭りにしてもやっぱほら外からこうさ、人をどんどんこう来てもらう、やっぱりこう今まではほら町のお祭り、村のお祭りだったりとかさ、市のお祭りっていう市内の人が楽しむというところから、やっぱり、いろんな部分でね、やっぱりどんどんこう人を呼び込んで、少しでもこうね、お金をこう落としていただけたりとかさ、観光客の方が来ていただいて、認知度をこう上げていただいてね、まあ、それに伴って、まあ、いろんな形でこうお金がね、少しずつでもこう無駄に、落ちて少しこう潤っていくみたいな、そういう流れがこれから多分大切になってくるんじゃないかなと思って、もうすでに、いろんなね、町とか市ではどんどんねもう取り組んで、いる、ところ、なかなかまだまだというね、のだな感じは僕はね思ってますけど、まあそんなこともあるのでね、毎夜毎夜こんなね、全然儲かんないようなことをコツコツとねこうやってるという次第でありますけども、まあ少しでもね役に立てればというところで、まあその分ね、まあいろいろこう、発言もねさせていただこうかなというところで最近いろいろやってますけどね。はい、じゃあ行きましょう。続きまして、はい、岩橋さん投稿ありがとうございます。今日は雨でしたね、降ってなかったら、流山市役所に、でも行って、婚姻届を出す人がどれくらい、いるか、見てくるぐらいはしようかなと思ってたけど、結婚というと、私の見てきた人生の中では向こうの存在が大きい。ああ、そうなんだ。私の生まれ育った、流山本町の中の、宿という、宿っていうのという、地区は、向こうの多いところとして地元住民では有名。そうなんだ。流れてきた山、流れ山の、語源になった赤城山、赤城神社、氏子や神社委員で、この例に漏れず、うちの親父が、神社委員として、活動しているが、総代も向こうだし、他の神社委員でも向こうが多い。となると、近郊地域では何といっても野田のキッコーマンと、の関係、共に江戸川の水運で江戸に、運ばれ大量消費されたと。キッコーマンの存在により醤油だるを作って玉の池と血がつながっている家は、地元では、樽屋と
屋号で呼ばれている。幕府公認の、貸しがあったという、ことは、物流の重要拠点として、商家の、立ち並び、商家が立ち並び、各地から客が集まってくる。そうなると優秀な従業員が必要であり、その中から婿も選ばれると。深いですね。そうなんだ。いろいろなんかちょっとね詳しく、書かれております。ちょっとまだ後でゆっくりね読んでいきたいなというふうに思いますけど、はい。総宮さんコメントいただいております、ありがとうございます。商人には家を守るために、娘に出来の良い婿を、取るのです。あ、有名なあのは貸は鹿島建設だ、建設でしょうね。社長は3代婿養子だったんですねと。あー、そっかそっか。あ、お婿さんね。あー、ちょっとなんか勉強になりましたね、知らなかったことがまた一つなんかちょっとこう分かったかなというね、そんな感じでありますけども、はい。岩井さんどうもありがとうございます。またね、投稿ぜひお待ちしておりますのでね、いろいろまあ、本当いろんな方がねこう投稿されて、いろんなこう形ケースでねどんどん投稿されていくとすごく嬉しいなというふうに思っております。祝ありがとうございます。はい、あ、ごめんね、さっき祝って読むのか。うん、はい、ありがとうございます。よかったら皆さんちょっとねこういう、ね、ちょっと気になる、投稿をチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ね、岩橋さん流山なんで、僕も流山なんですけど、本当に流山のねフォローが全然できてなかったところ、ね、たくさん最近、いろいろね、入れていただけますので、あと、ナチュラルの編集長の原田さんも、原田さんは別に流山の方じゃないらしいんですけど、まあ、お仕事の関係で流山のことをこう精通されているというところで、流山情報を、ね、アップしていただいて、ちょっと僕的にはホッとしてるかなというね、感じでありますけども、はい。岩井さんまたねよろしくお願いします。いつもありがとうございます。はい、スーヤンコメントありがとう。はい、とりあえず市役所に専門的な部署ができただけでも前進ですかね。あ、すぐに成果は出せないだろうから、まずは全国のいろんな取り組みを見ていただいて、野田にフィードバックできること、野田でできることを探してもらいたいです。そうだね、やっぱりね僕もそんなにね歩いてはいないんですけども、有賀君とこうくっついて最近、呼んでいただけてね、なんかあるとちょっと一緒にこう動いたりとかしてるんですけど、まあ、あと、もともとほら、旧野田市の一中のあたりの出身なんで、関宿って僕ずっと行ったことがなくて、本当にね今もってね道がよく分かんなかったりとか、ちんぷんかんぷんな部分もあるんですけど、でも最近関宿地域の方々にいろいろこうね呼んでいただいたりとか、お話を今度ね実相寺さんの住職さんなんかにもちょっとこうお話をね聞かせていただける機会もこう持たせていただいたりとか、ちょっと別に全然こう関宿推しとか、まあ推しって言ったら変だけど、そこ集中っていうねことじゃ全然ないんですけども、うん、やっぱりほら行っていろいろねこう見ることによってやっぱりね全然こう変わってくると思うんですよ。認識とかさ、本当正直ね言い方すごく悪くて、関宿、ね、地域に住んでる方本当に申し訳ないなと思うんですけど、もう別に行かなくてもいいんじゃんってこうね若い頃ずっと思ってました、ね、別に野田なんだよ、野田ここまでだからよってさ、それ以上はって本当にね思ってた時期やっぱありましたけども、でもやっぱりこういうことをやるようになって、関宿にこう行って、まあ、いろんな関宿の方とこう知り合ったりとかしてさ、いろんなことをやっぱりね旧野田市とはやっぱりこうなんていうのかな、やる取り組みの形もこう違ったりとか、なんかそういうこともね最近いろいろ話を聞く中で考え方だったりとか、なんかそういうイベントのなんか取り組みだったりとかも全然こう違うなっていうこうね方を話を聞いたりとかするんで、やっぱりねいろんなところをまず見てこう勉強してほしいなっていうのありますよね。で特にこういうどっちかというとほら地域なんで発信、魅力発信なんてさ最近こう始まってるのだからさ、なかなかさこういうのもね僕も全然ど素人で始めたんですけども、でもそういうのをねこうコツコツやっていくとねどんどんこう分かってくるし、いろんなね街の取り組みなんかもこう行ってね、有賀君なんかもよく行ってて、この間も役所の人に
休みの日でもあのイベントの時には私服で出てあのぜひ参加してくださいねとかさ、なんかそういうねところからで多分いいと思うんですよね、うん、ただなんかこうあの言ってあのデスクの上で地域活性ってこうね書類いっぱい書いててもさ、絶対そんなって分かんないからね。僕も本当につくづく最近あの出歩いて初めてなんかこう地域が分かるという、で特にやっぱりこう歩いたりとかさ、あの関宿を歩いた時に本当にね、そういうのってもうなんか痛烈に感じたね。やっぱりこう歩いて本当に回らなきゃダメみたいな、なんかそんなことをこう思ったりとかしましたんでね、なんかそういう部分あの今後ね、やっていっていただけると本当に、野田もね、早くは焦らなくてもいいんだけどさ、こう地域標準、ね、特にこう、文化観光ね、地域、活性なんかの部分ではこう地域の、標準にねこう持ち上げられるといいのかななんてこう思ってはおりますけどもね。はい、はい、そんな感じで、引き続きね、チキチキは喋り続けたいななんて思っております。皆様本当に応援いつもありがとうございます。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、近隣情報ということでいただいております。出ました、トネ運河交流館さんありがとうございますということで、いつもこれ僕もシェアさせていただいてます。第105回運河いい朝市ということで、5月25日の土曜日、8時半から、昼の12時30分まで、緑の風が吹いてるよというでサブタイトルで、行われます。いろいろねライブされたりとかさ、その他いろいろ楽しいねイベント目白押しでございますので、まあ、チキチキではね、鹿野さん、がエンディングノートの、配布等でね、定期的にこう参加されているというところがありまして、まあ、それを、あと、大沢親御堂さんが、朝ね早く、いつもこうリポートというかね顔を出していただいたりとかっていうところは、いつもねやっておりますけどもね。はい、野田の朝市のねあのフライヤーも早めにねいただければ、またどんどんこう告知していこうかななんて思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。運河の朝市は、5月25日の土曜日の開催です。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いていきましょう。アスカちゃんありがとうございます。小高アスカちゃんどうもありがとう。もう寝ちゃったかな、遅いからね。はい、野田市、おすすめな美容室はありますかというところで、いただいております。はい、ちょっとね僕女子じゃないかわかんないんだよな。はい、小畑さんありがとうございます。私はこちらでお世話になっています。おすすめしますということで、美容室キキさんかな、いただいております。はい、その他ねあのおすすめの美容室女子の方、あったら投稿コメントの方よろしくお願いします。あすかちゃん、小本さんこんばんは。ここおしゃれで気になってましたという、ちょっと僕あんまりねどこのお店だか分からないんだけど、はい、引き続き、おすすめ探しておりますのでね、あすかちゃんの投稿よかったら、レッスンの方を皆さんよろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きましょう。キキツさんありがとうございます。お隣旧昭和町、池の水全部抜くイベントありますよ。対象は学生なんですが、5月26日10時スタートということで、なんかこんなテレビ番組あったよね確か、うん、池の水全部抜く的な、ほぼ全部抜くかほぼね、綺麗な、みんなの公園にというね、ところで、なっております。はい、まああのなんだテレビで見てたら、テレビの版のやつはさ、あの外来種の魚だったりとかさ、まあいろいろあのなんだカエルだったりとか生き物をうーん どかせてというかさ、排除というかして、ね、あの日本、古来からの在来種っていうのを守ろうというね、そんなねこともやった、まああと池の掃除だったりとかさ、そのあたりのこう活動の、ね、名目というか内容でねいつもやられてるみたいだったんですけどもね、まあ多分それに近いような、ね、ことだったなとは思っております。ちょっと興味のある方は5月26日開催となっておりますので、こちらフライヤーの方貼ってありますのでね、よかったらチェックしてください。
よろしくお願いいたします。本当ね、いろんなもの出てくるよね。岩橋さんありがとうございます。自転車とか出てくる、そうバイクとか出てくるよね。バイクとかさ、なんか前見てたらさ、冷蔵庫とか出てきてたよ確か。なんかテレビね、あのテレ東の番組見てたら、なんかねすごいもの出てくるなーなんてこう思ってますけどね。いろいろね、まあ、投げ込まないようにというそんな感じでありますけど、まあここ公園のあれだから、まあそこまでひどいことはないなと思いますけどもね。はい、まあ、あとそのね、外来種の魚とかやっぱり逃がしちゃうのよね。カメとかもそうだしさ、あの結構凶暴なカメとかいるらしくてさ、そういうのはやっぱりちょっとまずいよね。あとなんだっけ、よく逃がしちゃうの、アーリーゲーターガーだっけ、なんか魚だかなんだかちょっとよくわかんないね。ちょっと僕もあんまり詳しくないんだけど、なんかそういうのをこう話しちゃったりとかさ、飼いきれなくて話しちゃう方のとかも声出しちゃったりとかね、なんか言うのかなと思ってますけども、はい。ということで、旧昭和町で池の水ほぼ全部抜くというイベント、5月26日の開催となっております。よかったらフライヤーでチェックしてみてください。どうもありがとう、キクさんよろしく。はい、なんか最近ちょっとね、こうと瞬間切れたりするんだよね。ごめん、ちょっと切れちゃったら申し訳ない。大丈夫かな今ね。なんかいろいろ本当に大変だよね。はい、じゃあ続いていきましょう。小又さんありがとうございます。はい、清水のパティスリーロンさんのお醤油ロールケーキ買ったよという、投稿であります。はい、親戚に持たせたら大好評でしたので自宅用に買ってみましたというね、ところでございます。ポチポチは、これ写真見ると分かるんですけど、ポチポチあるんでね、 お醤油のもろみなんだ。あー、なんかすごいね、本格的じゃないですか。もろみ入ってるぞというね、ところでございます。醤油クリームがふわふわの生地に、くるまれ、甘しょっぱくとても美味しい。これ野田土産にいいな。お値段も1100円とお手頃、ハーフサイズもありましたよ、ぜひお試しくださいというところでね。おー、そうかそうか、サラダ感にもあるんだよね、醤油ロールケーキ。あんだけど、あれは多分ね、なんていうかな、ちょっと野田以外のところ多分ね、作ってもらってるやつなのかなと思うんです。これはローンさんで作られているところで、まあ野田さんというね、ところになるのかなと思いますけどもね、よかったらちょっと一度ね、皆さんお試しいただければなというふうに思って、まあ、本当だ、もろみが入ってちょっとポツポツしてる、なんかこう種じゃないんだよ、なんか種、最初種かななんて思ったんですけどね、もろみだったというね、そんな感じでございますけど、はい、ありがとうございます。小松さんまたよろしくお願いします。パティスリーロンさん、醤油ロールケーキぜひお試しください。お、スイヤありがとう、いいコメントいただいてましたね。ロンさん、チーズケーキは、チクさんのところのクリームチーズを使っているようですよということで、ありがとうございます、ね、こういう情報本当にありがたい、そう、ロンさん、本当に僕もね、ちょっと ね、いろいろいただいてたことあるんですけど、本当に美味しいなというね、感じはしておりますんで、なんとチーズケーキ、畜牧場さんのところの、クリームチーズ使ってるらしいというね、まあ、このあたりも地産地消というかね、食の素材は市内でという、なんかそんなね、流れを行く、ところでありますので、またこうコラボロがいいよね、こう市内の、なんだ、生産者さんとこうお店さんでこうコラボでちゃんとね、こう作られてるっていうのは本当にすごくいいなというね、ところであります。なんかそういうのもね、どんどんこう拡散というかさ、情報をね、アップしていけると本当はいいのかななんて思っております。はい、小松さんどうもありがとうございました。皆さんよかったらパティスリーロンさんね、行ってケーキ、他その他美味しいものいっぱいね、
ございますので、スイーツ系ございますので、よろしければ足を運んでみてください。清水公園、あ、ごめんなさい、アトムディナのとこは清水公園の方に向かって走っていって、なんだプライスさんの出口から少し行った、右側にありますんでね、流山街道沿いのお店で、向かい側の通り隔てて斜め蓮向かいにあの駐車場がありますので、そこをね利用していただければなという感じでございます。まあ、ファンキーとね、少しはね最近お店の場所も覚えてきたぞという、そんな感じでありますけど、はいはい、じゃあ続きましていきましょう。もう遅くなっておりますんでね、はい、こんな遅くまで皆さんすいません、ありがとうございます。はい、有賀くんありがとうございます。ハッピー関宿ということで、いただいております。関宿祭りのポスターを掲示したいとご連絡をいただきましたと言って、ところで関宿の、追属のたぬきさん、今日はもう遅いんで、ね、ちょっとハイライトなんですけど、もう最近なんだ日付変わらない時間帯にはねいつも参加していただいておりますけど、はい、釣りどころたぬきさんにお邪魔してきましたよという、ね、情報でございます。はい、自分釣りは全く無知でしてというですが、店主の上原さんと奥様と丁寧にご指導いただきます。そしてハオくんもなんとお魚をゲット、いいね、話題のドヤ顔撮影していただきましたということで、上がってましたねこれね。はい、こちらの釣り堀、釣る魚も小さいですが、その分針も小さく、指に引っかかる程度で刺さりません。おまた池に溺れる心配もないしというね、小屋なので天気の心配もなく一年中釣りを楽しめますということで、まあ、あのなんていうかな、ガチの釣り堀、ガチの釣りというよりはあのレジャー感覚、まあ、ゲーム感覚的にこう楽しんであのストレスを解消しよう的な、多分あの意味合いが強いんじゃないかなというふうに思っておりますけどね。はい、そんな、釣り堀、釣りどころ、たぬきさんでございますけども、はい、関宿祭りのポスターを早速掲示していただきました。お礼のチキチキステッカーゲットで、最後は上原さんご夫妻のドヤ顔をいただきましたという、ありがとうございましたね。本日あんちゃん不在のため、あ、これはあんちゃんね、あの有賀くんところの長男さんね、お兄ちゃん宗介くん、いまいちテンションが上がらない、次男のハオくんでしたというね、ところでございますという、ね、少しずつなんですけど、こうね、あのチキチキの輪で、どんどんこう盛り上げてねいけてるのっていう、ところが本当に素晴らしい、感じありますけども、本当にほらあのお付き合いのない方をあのチキチキをこう通じてさ、なんていうの、繋いでいくというかさ、なんかそういうのはねすごく楽しいなというね。まあ逆になんかほらチキチキはそういうのが売りなんだよね。あの昔から、まあ、僕と、まあ、あとチキラの皆さんっていう、まあ、一応構図にはなってるんですけども、まあ、僕そんなにね、今も多分そうなんですけど、まあ、今600名弱ぐらいあのチキラさんいらっしゃるんですけども、多分お友達関係になってる方って多分100人とかぐらいしか多分いないはず、うん、まあまあ、基本最初の頃はねほとんど、既存のお友達以外はあんまりこうお友達申請いただいても断ってたんですけど、まあ、最近はほらこの放送の関係もあるんで、お友達ね、いくつか受けさせていただいてますけどね、まあ、それでもね多分100人チキチキのメンバーで100人ぐらいしか多分お友達になってないと思うんでね。あとは、チキチキのメンバーさんと局長という、まあ、関係というね、そんな管理人という関係なんですけどもね、うん、なんかほらそういう部分で、どんどんこう知らない人とね、どんどんこう輪を広げていくというか、知らない方をどんどんこう開拓していく、ね、そんな感じのこうチキチキ、情報局ということで、ね、仲良し小良しの集まりじゃないぞ的なものは僕はすごく最近ね胸張って言えるというのは、皆さんもこのなんかいい意味のこう緊張感とかさ、そういう、ね、ものをこうやっぱ持ってきたいなっていう、なんかこうお友達、もちろんね、小さい町なのでみんなこうつながってるっていうのはね、まあ、これはもう致し方ないところなんですけども、ただやっぱその中にこう緊張感はやっぱり、ね、持っていたいなっていうのがあって、まあ、チキチキはそういうんじゃなくて、知らない人をたくさん、ね、一人ずつこう僕が最初からこう集めてさ、まあ、いろいろ有賀くんとかもね途中手伝ってくれて、いろいろ紹介してもらって、まあ、教育局員だったり、まあ、スーヤンだったりそうなんですけどもね、初期のメンバーを紹介してもらったんですけど、まあ、基本
お友達以外の方をどんどんこうね、入っていただいてというね、そういう、グループにして、コミュニティをね少しずつ今大きくしているところでございますのでね、まあ、そんな感じをこうで、まあたぬきさんも本当ここ最近知っていただいて、入っていただいてね、よく毎日こう聞いていただいたり投稿をね、そしてこう、ドヤ顔を、写真なんかもいろいろ入れていただけるとなかなかいい流れじゃないかなという、そんな感じでございます。はい、皆さんもね本当今、聞かれてる方でリアルタイムコメントでまだ参加されてない方、ぜひぜひ参加していただいて、全然皆さんこうね、チキダさん同士も別にみんな仲いいお友達だけっていうことじゃありませんのでね、ついこの間までは知らなかったけど、まあ、チキチキを通じてこう知り合ってという、ね、方がたくさんいらっしゃいますんでね、恥ずかしくありませんので、よかったらどんどん入っていただければありがたいかなというふうに思っております。というわけで、釣りどころたぬきさんにも関宿祭り、花火大会のポスターが貼られたぞというね、コメント、投稿でございました。僕も一応野田市以外の方をこう中心に少しどっか貼れるところを今探してましてね、まあ、関宿は関宿商工会の方々がね結構こう貼られてるんで、だから商工会関係の方は大体貼られてて、まあ、多分たぬきさんとかは商工会さんに貼られてなかったりとかするので、特にねそういうものがなかったのでこう手を挙げていただいたかなというふうに思っておりますけど、よかったら野田市でやっぱり去年もそうだったんですけど、旧野田市の方はあんまり貼ってなかったっていうね、ところもありましたので、ちょっと今年はねそのあたりも、積極的にちょっとポスター貼らせていただいて、旧野田市、関宿地区以外旧野田市の、周辺、そしてあと近郊地域、柏、流山、あと、ね、茨城県、埼玉県、ね、この近隣の地域も少しでもこう多く貼れればなという、ね、ところでございますので、よかったらご紹介、ね、いただける、あとチキチキのメンバーの方でお店やったりとかね、うちちょっと貼れるって目立つよとか、そんなこといらっしゃったら、ぜひぜひね、どんどんね、入っていただければありがたいかなというふうに思っております。まあほらそういうのでさ、どんどんこう盛り上がっていけばいいじゃんね。関宿、まあ、別に本当に関宿っていうけど、関宿だけじゃないんだよ、全然ないんだけど、まあ、たまたまそういうほらイベントの あるよって声かけをいただいて、いろいろねじゃあ協力させていただきます的なことやってるんで、そうそうそう、やってきますんで、一つ皆さんポスター貼らせてください、よろしくお願いいたします。はい、岩橋さんリアコメありがとう。俺も何も考えずに入っちゃったもんだ、いいんだよ、いいんです、もうなんかそういう感じがすごくいいんじゃないですか。全然もう赤の谷なんだか分かんねえけど、とりあえず入って、でほらやっぱりあるじゃないですか、こう空気感が合わないとかさ、なんかこうやってることちょっと違うなとか思ったらね、別に抜けていただいても構わないんですけど、まあ最初ねちょっとこう興味を持っていただけるのは本当にありがたいというね、ところでありますんで、はい、岩井さんぜひね、流山の情報積極的に、近隣情報ということで、なかなか本当申し訳ない、僕流山住民で申し訳ないんですけどもね、なかなか上げられない、実情もございますので、ぜひよろしくお願いいたします。スイアンありがとう。ポスターでかいんだよな。そうポスターねでかかった。僕も今日持ってってヤッサーウェーブのスタジオの横の結構放送のカメラで見切れるあたりに貼ってきたんですけども、この間のまだ貼ってた関宿城桜祭りのポスターよりも一回り大きい、何番って言うんだろうなあれね、結構巨大なんだよ。場所によったらさちょっと貼りづらいっていうね部分もあるのかなと思ったんだけど、まあねもうたくさん擦れちゃってるらしいので、その分はどんどんね、貼っていきたいなって思ってますけど、はい、本当だよね、なんかみんなさそんなことやっていくと面白いよ、どんどんさ、はい、まあそんなわけでね、だらだらちょっと喋らせていただいております。今夜の深夜とも、まあ、お休みなんでね、まあ、令和、まあ、一発目、昨夜やったけどね、まあ、一発目ということでやらさせていただいております。はい、たぬきさん終わりね、はい、今日はね結構少なかった、はい、そして続いて京子局員ありがとうございます。司法野田の、シェアをいただいておりますね。お、今日は1日ちゃんと上がってますね、ありがとうございます。というわけで、今回の、
関東トップは、虐待を見かけたら、迷わず189へということで、まあこれはもうチキチキがねずっともうやらさせていただいてる189番ね、しつこくもうこれはねずっと、やっていこうかなというね、ところであります。本当に、ね、これ以上やっぱり野田しない、まあまあ本当に全国なんですけども、悲しいね、ことがこう起きないようにというね、ところで189いち早くということでお電話というところでね、まあ、そのあたりを、ね、今回、トップページに、持ってきての、司法野田、発行になっておりますので、これね、また皆さん、よかったらチェックして、僕もちょっと野田に行った時には、なんだチェックしようかなって思ってますけど、僕んちはね流れ山なんで来ないんです、すいません。はい、コメントいただいてます、ありがとう。星野さんありがとうございます。継続して伝えることが、ことこそ、野田の役目なのかもしれません。そうだね、なのでチキチキではもうひたすら、このスライドショーではね、呼びかけさせていただいております。で、まあ、チキチキの中ではねもう皆さんね覚えていただけたかなというふうに思っている。またよかったらね、チキチキメンバー以外のお友達なんかにもね、伝えていただけるとありがたいです。よろしく。チキチキの板とかに、まあ、たまにあげてあるんで、それをねシェアしていただけるだけでもね、他の方とかにこう見ていただけるようになりますので、よかったらそのあたりで、ね、やっていただけるとありがたいです。はい、今日曲ありがとう。星野さんまさにおっしゃる通りだと思います。情報発信も、基本、継続して、初めて意味ありますよね。そうなんだよ、そうこれね継続しないとダメなんだよね。これ続けてないとさ、たまにとかだとさ意味ないんでさ、まあそのあたりもやっぱりちょっとね、せっかくこう喋り出したので、なんとか意地でも是が非でも、9月、3日まで、去年ね9月確か3日に、多分こう3日か4日にスタートしてるんで、まあそこまではねちょっと毎日できる限りちょっと喋りたいなと思ってますけどね、本当になんかそういうのをねこう肌で感じるというか、体を張って、試しているファンキー利根川でございますけど、まあ、人体実験みたいだよねこれ。はい、はい、鹿野さんありがとうございます。悪いイメージで有名になった野田です。まあねそうなんだけどさ、一生懸命やってんだけどな、まあ、いいや。はい、その後の対応対策が大事ですと。さすが野田、野田に住んでみたい、と言われるような住みよい野田に、なることが、大切ですねということで、そうだな、まあね、僕が喋ってさこれをやったからってさ、そんなにね影響力とかなかなかほらまださないと思うんだよね。1年2年喋ったところでさ、でもやっぱりやる始めるきっかけだったりとかさ、やっぱりこういうスタートしなかったらやっぱりね何も起きていかないので、まあそんなことをねちょっとこう考えながら喋ってますけどね。はい、今日曲やれてるんです。鹿野さん一過性のイメージ作りじゃなく、あくまで丁寧な対応を末端まで行き届かせる仕組みを考えなければないですね。そうだね、市民一人一人も良い街づくりをしようという意識づけがあってのことですというね、ところでございます。そうなんだよね、そうこの一過性のイメージ作りね、なんかねなんかほらこの間、まあ、ちょっとこれ、まあまあ、言わなくてもいいかなっていうか、魅力発信事業のことでちょっとね言おうかなと思ったんですけど、まあいいかな、いいかな、また後でまとめて言おうかな。なんかねちょっとこの間話してたんですけど、なんだ役所の、推進課かなの田村君っていう、担当の こと話してたんですけど、継続してやる、まあこれ、ね、書いてあったんだよ、なんだその募集要項のところに、なんだちょっとごめん今資料手元になくなっちゃって今日持ってっちゃってなかったんだけど、でまあ、チキチキやってたら要はこれを、まあ、普通に多分有賀君、あ多分というか有賀君が書いて、まあ通信費だったりとかさ出張費だったりとか多少かかるよっていうことを書いて見積もって出したんですけど、これってもうすでにやってることっていうのは対象外だってこう言われて、まあまあそれは書いてあったと思うんですよ、それはもちろん、あったんだけど、で何だ求められてるのはそれの中でなんかイベントとか
あの新しいことをこうやることに対してだったらお金は出せるよというね、こういうなんかあの認識というかさにも元にあの募集をこうされてたというね、まあ、詳しくちょっとまた週末か来週頭ぐらいにねあの総括出しますけども、うん、だからさまあねそんなことじゃねえだろうってこうね思ったんですよね。なんかこうやるのってさやっぱりこうベーシックなところがあってそういうなんかこうねイベントだったりとかさ、うん、なんかこういうほら日々あの発信をし続けるというねこうベーシックなことをさておいてなんかそういう目立つイベントだったりとかそういうものに金を出すっていうこと自体なんかねおかしいよなってこうね僕的にはね思って、いたんですけども、うん、まあなんかほらねいろいろほらなんかそのお金の出し方もなんかそういうことじゃないと出せないのかいろいろねまあもちろん野田市だったりこう上県だったりとかねあると思うのでちょっと休み明けに千葉県のなんだ県 の, そういうこういうなんか情報発信とかさ、まあ、ちょっと今窓口わからないんでちょっとある知り合いの方にちょっと今相談をしてるんですけどちょっと県庁っていうかさそういうの方にちょっと聞いてみてなんかこれってどうなのっていうのをちょっとね聞いてみようかなって思ってはいますけどもね、うん、なんかそういうとこだよねきっとねなんかこうイベント一過性のなんかイベントは OK なのになんかこうベーシックな、ところはこうなんか、うん、どうなのかなみたいなね、そんな、ことも、あったのでちょっといろいろね、考えたところですけども、はい、またねその件に関しては話すと長くなっちゃうんで、総括のね放送でもしていこうかなと思ってますけども、はい、はい、ありがとうございます。尾崎さん、うん、今この流れね、なんだいち早く、司法のところの流れからねこれ来てる、なんですけども、はい尾崎さんありがとうございます。4月から自治会班長に、月2回、司法の、市民法か司法だね、の配達近所に、23部、会長は30班の部数を、抱えて班長にお届け、大変な作業です、自治会は市の委託代理業者のよう な, ようなもん感じです。これでいいのというね、なっております。はい、うん、なんかほらいろいろねこうやって、うん、まあなかなかねちょっと僕もその自治会とかこうあんまり申し訳ないんだけどちょっと参加したこともないんでちょっとね語れるのはちょっと難しい、語るの難しいんですけども、うん、ちょっとまたこれもね意見の一つとしてこうね書かれていただいたら、まあ、なんかこう機会あった時にちょっと話してみようかなってこう思ってますけどもね、はい、尾崎さんどうもありがとうございます。尾崎さんは去年の、なんだ関宿 の, フィールドワークの時に、ちょっとこう 知,、ね、知り合いさせていただいて 知り合ったというか、お会いさせていただいたというね、そんなあたりからちょっとお付き合いをさせていただいてます。最近チキチキにもね入っていただいたというね、ところもありますけども、はい、ありがとう。教育員尾崎さんお忙しいか配布お疲れ様ですというね、ところであります。はい、いろいろね、ありますけどね、はい、はい、いろいろいただいております、ありがとう。はい、これ僕の関宿祭り花火大会のポスターね、東金安田ウェブさっき貼ってきたよというねところの、アップ、させていただいております。よかったらで今日たまたまいつも僕らの放送の前に、やられてるのがこれ東金の、役所の職員の方なんですけど、うん、いろいろほら皆さんこう町の、なんていうの情報発信にこう参加されててね、もうあくまでもボランティアプライベートという、ね、認識でこう、ね、役所の職員だったり観光協会の方だったり、
まあ、税務署の方だったり、あと郵便局の局長さんだったり、皆さんこうね、いろいろ番組で喋られたりしているのが、東金の安さウェブということで、本当にね、まあ、いろいろね、あの中をこう聞かせていただくと、まあまあ大変な部分はたくさんこうあるみたいなんですけども、うん、でもなんかそういうね、本当に、公務員の方からね、郵便局の局長さんまでこう、参加されてね、時にはなんか警察のね、結構上の方なんかもこう来て話されてるとか、なんかちょっと話聞いたこともあったりとか、ちょっと前たまたま局にいて、来られた、警察関係の、ね、結構上の方の方なんかもこう、ね、出入りされたりとかしてて、いろいろね本当に、皆さんこうやられてるんでね、本当に熱心だなっていうね、風にいつも思ってましたけどもね。はい、まあ、そんなところにこう貼ってるよということで、セキュアド祭り、別にセキュアドだけじゃないんで僕ね、誤解してほしくないんですけども、はい、そんな感じでこう貼ってきたよというね、写真をアップさせていただきました。はい、ありがとう。うん、はい、じゃあ昨日の、あ、これだね。はい、運河散歩ということで、鹿野さんありがとうございます。運河散歩、利根運河水辺公園の、ムルデルの、石碑があります。お、はい、ムルデルは11年間、川や海の建設技師として日本で働きました。あ、その最後に、大事業として運河を、手掛けた外国人。あ、そうそうそう、運河はそうだよね、あの外国人が、ね、作られたっていうのは僕も、ね、知ってましたけどね。 今でこそ国のものですが、当初は利根運河株式会社が、利根川から江戸川を結ぶ全長 8.5 キロなんだ、施工管理してました。明治21年から23年にかけて総事業、費約、57万円、当時ね、これ当時で57万円、今どのぐらいだろうね。工事従業員延べ200万人以上に上った大工事。ああ、そうなんだ。ああ、ちょっとねこの辺はあまり僕も、ノーマークというかね、スッとこう聞いたことあったんですけど、あんまりね詳しくはちょっと僕もあれしてなかったので、ね、ちょっとまた勉強させていただこうかなというふうに思っております。ああ、そう、すごいね、この人数すごいね、延べ200万人以上だよ。やっぱり大工事だったんだろうね。なんかその前のさ、なんか、まあ、昔はないかね、利根運河がなかった頃のその辺りのこう写真とかね、こうあると面白いなっていう感じはありましたけどね。はい、どうも鹿野さんありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、いろいろね、いただいて、あ、染谷さんありがとうございます。ムルデルは、小島湾、干拓でも碑文、設計で、活躍した重要な人物ですよということで、ね、いろいろいただいております。よかったらチェックしてみてください。ありがとうございます。あ、やうちゃんこんばんは、お疲れ様です。ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。あら遅いねなんてね、2時に入ってきた小山やうちゃんね、大丈夫ですか、お仕事使えて、今まさか今帰りじゃないよね。じゃあ行こう。続きまして、これ関宿ヤドッコファミリーのミミさんからいただいております。ありがとうございます。こんにちは、関宿で初ヤドッコマルシェということで、キッズゲーム大会します。はい、5月4日ぜひ遊びに来てくださいというね、マルシェ1ん、マルシェ1ブース500円。はい、いただいております。詳しくはヤドッコマルシェ&キッズデイということで、ミミさんがイベントを、ね、シェアしていただいてますので、そちらの方が入ってチェックしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、まあそんな感じかな今日はね。まあいろいろね、皆さん、今日もたくさん書いていただきましてありがとうございました。はい、やうちゃんありがとうございます。かなさん、今さっき仕事から帰ってきました。お疲れ様です。もう2時だよ、本当に大変だね、お疲れ様でしたということで、もう本当にねこれを聞いてるだけでも皆さん大変じゃないかなっていうね感じなんですけど、僕もなんかシャワー浴びてご飯食べて一息ついちゃったんでさ、一瞬ちょっとやばかったんですけど、まあ、令和初日からね、
明日の昼友っていうのもこうかっこつかないので今日はね頑張って喋らせていただいておりますけどもね、はい、本当だよ。まあいろいろね、なんていうの、こういうなんかこうつまんないことでもやっぱりこう続けていくことによってなんか少しずつこうね、認識していってくれるという、ことがね、すごく大事なのかなという、認識していただけるっていうことがこう、大事なのかなっていうね、ところがあったりとか、だからなんかね、ポスターを貼りましょうとかさ、本当にこうね、つまんないことって本当申し訳ない、言い方悪いけど、でもなんかほらそれをさ、こうみんなでやっていくっていう、そのやっていく行為がなんかこうみんなをどんどんこうつなげていくのかなというんで、そんな意味合いを持って、だからもちろん素敵やぞ花火大会にたくさん人が来てくれるのが一番なんだけど、その他にもそれに関して関わった方々の、なんかこうつながりだったりとかさ、できた絆だったりとか、そういうのもね結構僕はすごく大事じゃないかなってこうね、思って、やってます。だチキチキステッカーにしてもそうだし、ね、よその街にこう顔出しに行くのもそうだしさ、なんかそういう行って結果、まず結果よりなんかそういうやること、なんかこう進む前に前進すること、がなんかすごく僕は大事なんじゃないかなと思って、だからこれもチキチキ自体がなんかほら今までになかったことでさ、なんていうの、まあ、街をほらかき混ぜようって言ったら嘘かもしれないけど、でもある意味ねそういうものもあって、今までほらやってないかったことをやるっていうことはまずそうじゃないですか、基本なかったことをやるっていうことがさ、やっぱりこうね、こう目に留まるしさ、鼻につくさ、つく方もいらっしゃるでしょうし、まあいろいろね、そういうことなんですけど、でもそれをあえてこうやっていく、でまたそこからいろんな方がこう聞いていただいて、その、やり方とかさ、意見にこう賛同してね、だんだん増えてきての、まあ、600人弱というね、認識で僕はねいつもやらさせていただいてます。まあ今回もだからこれからもこの先もチキチキ情報局でなんかこう提案したりとかした時には、ただ僕一人じゃなくてチキチキに入っていただいてる方々の皆さんの、まあ、ある程度の意見を、こうぶつけていくという部分でね、相手にはそういうふうにこうね、これからちゃんと伝えようと、僕一人じゃなくて、みんなの、こう意思だったりとかさ、そういうものをこう伝えていこうということで、この間もね、まあ、そういう意味合いで有谷君はねこう出してくれたんですけど、まあ、なかなかこうそこまでね役所の方もまだ認識していただけなかったのかなっていうね、まあでも今後いろいろね僕もやっていきたいなというね風に思っておりますので、だからといって別にねこう町と役所とこう揉めたりとかさ、そういうことじゃ全然なくて、なんかほらなんていうの、ね、最終的にはやっぱ街がにぎやかになってさ、それこそね、ハオ君だったり宗介君だったり、今小学生ね、幼稚園小学生ぐらいのちびっ子が大人になった時にも野田、僕らはもう多分いないだろうけど、なんか野田いいねっていう風になってほしいなというところでねこうやってるという、だからまあ今日明日ね僕らがいる頃イベントが盛り上がればいいなっていうところじゃなくて、なんかそういうね、10年20年30年先になんかこう、楽しい、街になってたらなというね、部分で、特にこうインターネットとかさ SNS なんていう発信はさ即効性は絶対ないんで、そういう部分ではね本当に先の長い見えないね、挑戦というかそういう部分もありますんでね、まあよかったらそのあたりもね、皆さんちょっとこう共有していただいて、いろんなところでねこう意見、声を上げて、どんどんね街楽しく、やりやすい面白い、楽しい、週末は野田にいなきゃみたいな、そういうね、街にしていきたいななんて思っておりますので、ぜひぜひ今後とも一つ皆さんよろしく応援お願いいたします。まあ応援というかさ、みんなでやるからね、本当にみんなの意見をたまたま僕が、まあ、局長、まあ、管理人という形で代弁してるだけなんでね、まあ、そういうところをね、皆さんもこう認識していただけるとありがたいかなというふうに思っております。なんかね令和の初日から本当に今日は申し訳ない、朝天皇陛下様のねちょっと朝の、なんだ一言目というかさ、
ちょっとごめん、なんか挨拶ってちょっと忘れちゃったけどさ、なんかそんなものをちょっと聞いて、あ、僕もちょっと全然ね、身分も何にも、もうこんなに違うんだけどさ、でもちょっとこう僕もこう引き締まるなんか感じもあったのでね、ちょっと喋らせていただいたというそんな次第でございます。はい、うん、はい。なんかリアコメ皆さんいただいておりますね。遅い時間まで、まあお休みだからっていうのはあるかな。ね、まあ、お仕事されてる方もいるからね、やうちゃんみたいに。はい、やうちゃん、今日局員で、かなつさんありがとうございます、お疲れ様です、なんていうね、なんかこういうのも嬉しいよね、帰ってきてさ、ちょっとこう、ね、コメントちょこちょこってこうお疲れとかさ、なんか飲んじゃえなんていろいろ、俺はシラフだけどとかいう、なんかそういうのね、嬉しいよね、ちょっとこうたまたま聞くとさ、うん、はい、岩橋さんどうもありがとう、飲みながらぐらいのノリで打ち込んでるという、おお、いいぞ。あ、岩橋さんどうもありがとうございますね。本当だよ、あの町以外の方にもこう聞いていただいてさ、なんかこうね、エールを送っていただける方がいるっていうのも本当に嬉しいですよ。どこの馬の骨とも分かんない、会ったこともないやつが喋っててさ、うん、ね、多分というか、僕より全然ね、年が上の方なんだとは思いますけども、なんかそういう方にもね、こう気にかけていただけるのは本当にありがたいかなというところでございます。はい、うーん、大山よちゃん、主張リラクゼーショントパーズさんというね、エア号で、リラクゼーションのお仕事されてますけどもね、今さっき帰ってきたばかりというね、本当に大変なお仕事でございますけど、かなつさん、はい、かなつさんはハイボールの代わりに炭酸で我慢というね。そうだよ、この間僕に内緒でかなつさんは飲んだとさっき告白されましたね、飲んじゃったよというね、ところだったんですけども、はい、うーん、今日曲やれてるんです。かなつさん、私は禁酒きっと無理というね、ところでございます。はい、岩橋さんありがとう、野田の人間も向こうに来ている人がいっぱいいるしと、ああそうなんですか、ちょっと向こうさんというのはキーワードでちょっと僕も頭に入れていろいろなんかこうね、お話を今後聞いていこうかなというふうに思っております。はい、スーヤンありがとうございます。やうちゃんへ、炭酸で我慢、しているんじゃなくて満足しているのに、本当にゲップが快感ってすごいね、ゲップという、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとね、 CM の方をさせていただきまして、今日もね、エンディングに突入していこうかななんて思っております。はい、じゃあまずはこれ、来週の木曜日だね、今度の木曜日、これ上層の、チキラーの小峰リンリンさん、なんかどうやら千葉県にお仕事に来てるって言ったんですけど、ちらっと見たら確か白石あたりに、白石あたりにこう来られてるみたいな感じなんですけどもね、ちょっと最近忙しいということであまりリアルタイムに、ご視聴いただけてないんですけども、が、やられてるラジオつくばという、つくばの、コミュニティ FM で、番組を持ってまして、ファットつくばという、毎日これ、ウィークで毎日放送している番組の、水曜日の、ごめんなさい、木曜日担当されている、リンリさんなんですが、の番組にちょっとゲストで呼ばれまして、まあ、チキチキ絡みのことね、ちょっとこう喋、らせていただこうかなというところで、来週の、9日の木曜日に、行ってきます。もし昼間お時間になる方ね、チェックできる方よかったら聞いてみてください。はい、うん、はい、ごめんなさい、5月9日木曜日の11時から13時までの昼の2時間のワイド番組なんですが、僕の出番は多分、11時半ぐらいからの、ゲスト1組目のコーナーで、ファンキー利根川登場となりますので、多分ね、この流山とか野田市界隈だと多分 FM のラジオだとちょっと入らないかなというねところがありますので、サイマルラジオがありますので、よかったら、レディオつくばの、ホームページから入るとパソコンとか、とスマホで、これ聞けますのでね、よかったらチェックしてみてください。ファンキー利根川いろいろね、PR 野田、まあ、基本野田の PR したいなと思ってるんですけど、まあ、そのあたりちょっとね、リンリンさんと調整させていただいて、野田とチキチキ中心に、
まあ、あとね自分のやってる活動なんかも少し喋りたいなというふうに思っておりますので、5月9日の木曜日の、11時からスタートの番組にファンキー利根川登場します。レディオつくばファットつくばという、ね、番組でございますので、お時間のある方ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、そしてこれは何気に今日スカイミュージックレディオアネックスの、千葉県の出しの情報コーナー毎週1回3分ぐらいなんですけど、音楽番組全然関係ないんだけど野田と福山氏の情報を喋ってるというねファンキー利根川なんですけど、今日は、鈴木貫太郎さんの、記念館のちょっと PR ということでね、ちらっとこうさせていただきました。で今ね写真アップスライドショーさせていたんですけど、僕この写真貫太郎先生の写真が大好きで、ね、これをちょっと今度夏はねシャツにして着たいなというね、本当に、野田関宿に酪農をね、広めた、方でありまして、なんかねいろいろちょっとずつ今勉強させていただいておりますけども、なんかすごいね、第42代、内閣総理大臣というね、本当にすごい、にありまして、第二次世界大戦終戦を、ね決めた、幸福を、ね、こう決断、された、首相でもありますのでね、まあ、そのあたりをこう本当に、ね、そういう方がこう市内にこう眠られているというね、そう今度お話住職さんにお話しさせていただ、お聞かせていただく、関宿大町の実相寺さんという、ね、お寺に眠られてるんですけどもね、ちょっとまだ僕もお墓参りは行けてないんで、まあ、その前後でちょっとお墓参りもしたいなという、ね、感じでありますけども、うん、はい、うん、なんかね本当にいろいろ野田ね魅力たくさんあるところでございますので、どんどんこうね広めていきたいなと。本当にね貫太郎さんに関しては社会の教科書とかね少し知ってる方はね全国的にたくさんいらっしゃるんですけど、やっぱこう詳しくもっとね紹介したいなというね部分もありますのでよろしくお願いします。はい、これは熱気球でね、やってますのだスポーツスカイスポーツ振興会さん、がやられている、熱気球、と、登場できるんだねこれね、いろいろイベントの方ね、入っておりますのでよかったらこれフライヤーちょっと板の方ね下の方下がっていただくとアップされてますので、これよかったらちょっとチェックしてみてください。よろしくお願いします。なんかいいね夢あって、はい、野田スカイスポーツ振興会さんも本当にねなんかいろいろ一生懸命いつも、ね、活動されているので、チキチキでもねなんかイベントあるたびにね告知はさせていただいておりますけども、はい、よろしくお願いします。はい、はい、これは、5月1日、6日の、月曜日祝日で、ね、まあ、連休最終日かな確かね、なっておりますけども、はい、スタジオどんぐりチキラーの今井さんやっております。スタジオどんぐりセカンドアニバーサリーコンサート森欅のホール3階ということで、お昼12時30分から、入場なんと無料ロハ、ダーター、ね、ただ、最高でございます。よかったら、足を運んでみてください。ちょっとチキチキでもね取材に行かせていただこうかなって思っておりますので、よろしくお願いします。はい、これはねフォトコンのバス、トラック走ってますということで、よろしくお願いします。はい、いろいろね、あります。ナチュラさんもやってますね。はい、これ流山ね、ナチュラさん、はい、これ先ほどねやりましたタヌキさんね、よろしくお願いします。はい、関宿祭り花火大会というね、ポスター、掲示ご協力お願いなんていろいろやってます。よろしくお願いします。そして、これなんですけども、ちょっとフライヤーごめんね、もうなくなっちゃった、なくなっちゃった、ちょっと分かんなくなっちゃったんであれなんですけども、日付変わるんで明日ですね、3日の金曜日なんですが、お昼2時ぐらいから、イオンタウンの七光台、野田七光台店さん、元のロックタウンっていうところですね、で、関宿坂西こんにゃく店さんの、ほんと関宿のキーワード多すぎるね最近、のせがれさんがやられてるアリンフィギュアさんというね、ロックバンド3人組なんですけどの、リードボーカルでギターされてる、坂西くんこんにゃく店さんの、ね、息子さんなんですけども、が、ソロでアコースティックライブをちょっとねやるということで、2時ぐらいから、イオンタウンでやりますので、よかったら、ちょっと僕と京子君にちょっと手伝いにね、いつも、なんだ、
くず餅なんかでいろいろお世話になってますんで、ちょっとお手伝いにということでね、行きますんで、よかったらお時間のある方ね、2時から1時間ぐらいなんですけど、ちょろっとこうやりますんで、よかったら遊びに来てください。よろしく。サンキっていう、お店がありますんでね、その前あたり、サンキさんの前あたりでね、やってますんで、よかったら遊びに来てください。まあ僕らも昼過ぎぐらいからいるんで、声かけてね、ぜひ、いただけたらありがたいかなというふうに思っております。はい、アリーフィギュアの坂西こんにゃく店さんの、ね、息子さんの、坂西くん、ソロコンサートということでライブで、やります、3日の金曜日のお昼14時から、イオンタウン野田七光台店、よろしくお願いします。はい、ね、そんな感じでいろいろありますけども、まあちょっといろいろあるけどいいかな今日はね、こんな感じで。はい、ちょっと即席でね、スライドショーも作ったんでちょっとバタバタしてたみたいで本当に申し訳ないんですが、はい、欅のホールは中野台ですねというね。はい、うん、じゃあリアコメ読んで終わろう。はい、なんだよすごいな、もう皆さん酔いっぱりな方がいらっしゃるという感じなんですけど、はい、すいません、コメントできず大丈夫で、ありがとう。移動してんだ、移動しながら聞いておりました。どっか行くのかな、ね、深夜の地方ラジオ感覚で楽しかったです、ありがとう。気をつけてね、移動してくださいね、ありがとう。お疲れです。はい、今日もお疲れ様でしたというね、移動中ありがとう。またなんか新しい情報よろしくお願いいたします。明日ちょっと時間あったら、七光台の、七光台でごめん、豊洲市の、久保田くんの徳屋にポスター貼ってきますんでね。はい、はい、ありがとう。お疲れ様でした。京極君スライドショー勘太郎を素敵すぎますねというね、かっこいいよね。あの写真が結構僕一番好きかな。午前会議の、写真もね、かっこいいんだけど、絵もかっこいいんだけどね。はい、大山弥生さんへ、弥ちゃんありがとうございます。京子さん、京子さんは毎日飲むんですか、なんで毎日飲むのかという、なってますけどね。私は3週間ぶりぐらいかな、弱いのでめったに飲まないので、梅酒をつけているというと。はい、スイヤンありがとうございます。映画日本で一番長い日では山崎努さんが鈴木貫太郎役をやっていたんじゃないかな。あ、ごめん、ちょっとそこなんかね、ちょっとさっき調べたんですけど、なんかね、鈴木貫太郎さんを演じた役者なんていうねコーナーがあったんで、ちょっとそこ僕見てなかったんでごめん。はい、快感なんですかなんて、はい、やうちゃんね、ゲップか。はい、私は炭酸苦手なのでゲップが、辛いかもな。なんかすごいね、この深夜にゲップ話かよという。はい、今日曲ありがとう。ビールと、そしてハイボール部といういろいろ入ってますね。はい、スーヤン、やよちゃん、僕も、関根じゃハイボール、ん、関根じゃハイボールばっかりという、おー、出ました、関根、アタゴン関根ね。はい、岩橋さん、欅のホールって成人式やるところというね、ところでなんですけども、欅のホールは、成人式やるところはね、文化会館っていう市役所の隣なんですけど、欅のホールは元、前の市役所のところに新しく建物ができて、複合施設になってて、図書館とか、入ってて商工会議所さんとかね入ってるね建物の中にある、ホール300人ちょっとぐらいのホールが欅のホールです。はい、大人ですねとかね書いてあります。今日クッキーつけた梅酒も大好き、美味しいですよね。私飲みすぎちゃう危険ですと。はい、有賀さん、遅くまでお疲れ様です。やうちゃんからいただいております。スーヤンありがとう。成人式は野田市役所隣の文化会館でやってますと。はい、うん、有賀くんも、いやそれは文化会館ですね、企画のホールは中野台ですねというね、元市役所のところね、が欅のホールとなっております。はい、3日のイベント告知図もありがとうございます。ファンキーさん、ああ京極君、はい、3日の金曜日のイベントね、そうロックタウンじゃなくてイオンタウン、3日の日、14時2時ぐらいからね、坂西君ちょうど今かかってるやつかな、これ坂西君アリーフィギュア、この日はねバンドじゃないんだ、アコースティックギター1本でね、これ歌ってくれるよ。 Only You っていうね、僕が一番大好きな曲、そう誰を思って歌って、いつもかけてんだってよく聞かれるんですけど、それは内緒です。はい、いいです。はい、はい、
じゃあよろしく。リアクセーション、トパズヤウちゃんありがとうございます。岩橋さんへ、欅のホールは流れ山かどうかそちら行ったところ、そうだね、昔市役所だったところということでコメントです。有賀くん、お、ありがとう。子供、何、子供5人連れて横須賀ベイに着きま、横須賀ベイベイに着きました。明日朝一で船で無人島猿島に行って、本当にそうなんだ。猿島行くんだ。はい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 。ということで有賀くんは今横須賀におられるというところで、すごいね。そうか、はい、じゃあ気をつけて、船でね、無人島にぜひ渡って行かれればというね、そんな感じであります。はい、有賀くんどうもありがとう。横須賀から有賀くんで、どうもありがとうございました。気をつけて行かれてください。本当にね、まあゴールデンウィークだね、なんかそう考えるとさ、いろいろ皆さん寝ないで動いてんだ。うわすごい、よかったよ。今日眠いから放送明日にしようかなちょっと思っちゃったんだけどさ、一生懸命やってよかったよ。はい、いいね。はい、リラクゼーション、トッパーズさん、やうちゃんありがとうございます。京子さん、自分好みの甘さにつけられるの良いですねという、あ、さっき梅酒の話か、飲みすぎるくらい飲めるようになりたいということで、まあほどほど、僕も酒飲めないからさ、梅酒は飲めないけど、なんか梅のつけたやつだったらね、僕結構好き、梅ジュース的なのね、大好き。はいはい、やうちゃん、リラクゼーション、トッパーズさんありがとうございます。オンリーウも私も好きですということでね、はい、ありがとう。有賀くん連れてほしかった、嘘、横須賀から有賀くんね、子供たち薄いかな、明日楽しんでねという感じです。はい、ちょっとね、配信状況一瞬なんか悪くなったりしておりますが、はい、どうも、皆さん本当にね、リアルタイムコメント本当にどうもありがとうございました。というわけで、今日はスカイミュージックがありましたのでね、遅い1時スタートにもかかわらずこんなにたくさんね、リアルタイム、ああこれやっぱゴールデンウィークならではかなというね感じもありましたけど、本当にどうもありがとうございました。ファンキートネが相変わらず言いたいことを言っておりますが、いかがでございましたでしょうかね。まあほら、なんかエンターテインメント番組というよりは、なんかこういうね、地域活性を一応ほら基本としてるので、まあね、こう時たまこう難しい話はね、こうするしないとやっぱり、ね、番組的にというかチキチキ的にはね、よくね、ただほらみんなで集まってワイワイっていうねだけではやっぱりこう、そういう意味合いだけではやってないのでね、たまにはちょっと難しい話もするんですけど、まあね、よかったら聞いていただけるとね、ありがたいかなというふうに思っております。まあ本当にね、まあちょっと今日はもう令和初日ということもありましたので、ね、ちょっと難しい話も、少しさせていただいてましたけどもね、まあ、なんか皆さんにこううまく、伝わって、なかなかほらアナウンス学校とか行ってないからさ、こう喋りの勉強とかしないで、こうなかなか僕も人に伝えるっていうのがね、特にこの一方通行の講師、まあリアルタイム入ってコメントをもらえるんで一方通行じゃないんだけど、でもやっぱりこう一人でこうマイクに向かって喋って自分の考え方をこうとかさ、思ってることとかをこう表現する、なかなか結構ねこう難しいことで、なんですけどもね、いつも本当に一生懸命喋ってね、なんとかこう伝えようっていうね、気持ちで喋っておりますので、皆さんもよかったらね、まあ受け取っていただいてね、賛否両論結構でございますけどもね、とりあえずちょっと聞いていただけると本当にありがたいかなというふうに思っております。はい、リアコメ、今度一緒に飲もうね、今日よく言ってますけどね、やゆちゃん私も好きなんだ、すごいね、はい、いや素敵なパパですね、ありがくんところね、はい、ありがくんありがとうございます。野田で、ボンビーガール撮影された子供らと一緒ですよ、なんかね、すごいな、有賀くん寝ずに夜走ってね、子供らのために、なんかね、まあ、そういうねパパも本当だよ、僕も頑張ります、本当皆さんも本当にね頑張っていただいて、まあ、もう各自ねやっぱりその自分のやるべきことね、やらなきゃいけないこと、ある中でね、こういう、地域のことにもこう耳を傾けていただけるっていうのは本当にこう大変だと思いますし、ね、まあ、僕ももちろんね
こういうのをやってるんで、まあ、楽って言ったら嘘だけどさ、うん、でもね、そんな中皆さん少しずつでもこう、ね、時間作って、街のことを考えたりとかさ、いろんなことをこう思って、時にはほらね、意見を言ったりとかさ、ああだこうだこう揉めたりとかもあるだろうけどね、まあなんかそういうのもね、みんな今日ほら有谷くんがみんな連れてってるような、こうこれからね、あの野田、そして日本をこう支えていくちびっ子たちのためだと思えばね、うん、なんかこう僕はああだこうだこう言われてもさ、あの懲りずにいろんなことをこうね、思ったことはどんどん言って、あの行きたいななんてこう考えて、やっておりますので、どうぞね、懲りずに聞いていただけるとありがたいかなというふうに思っております。じゃあまあ1時間半喋ったのでね、まあ今日はこの辺りでも勘弁していただきます。勘弁していただくっていうのもなんと変だけどね。はい、本日もどうもリアルタイム、コメント&視聴&リアルタイムコメント本当にどうもありがとうございました。もう2時半でございますよ。もうね、片付けたら3時だというそんな時間帯となっておりますので、どうぞ皆さんね、飲まれる方はカット飲んでね、早めにお休みになって、明日あの無駄にしないようにね、僕もなるべく早めに起きていろいろちょっとやることあるので、頑張りたいなというふうに思っておりますので、皆さんもおかれましてもね、どうぞ明日また一日有意義に、お休み、まあお仕事の方もいらっしゃると思いますけどもね、令和、1日目2日目になりますかね、有意義な、一日、送っていただければなというふうに思っております。そして、一応予定ですと、夜10時、帝国スタートチキチキ情報局フェイスブックライブカニリフィード夜は友達、夜とも、スタートとなりますので、ぜひそちらの方もチェックの方をよろしくお願いいたします。はい、というわけで、ファンキー利根川の今日の喋り良かったな、切れてるな、なんか内容濃かったな、あ、熱いこと考えてるな、ちょっと違うけどとかね、まあ役に立つな、その他いろいろ思われた方は、生放送終了後、ご自身のタイムラインに、こちらの動画のシェアをよろしくお願いいたします。チキチキメンバーチキラーさん以外の、ね、お友達に、どんどん広げていく、行きやすくなりますので、シェアの方どうぞよろしくお願いいたします。はい、本当にどうも遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局局長&しゃべる管理人ファンキー利根川でございました。それでは本日最後の締めは、まあ夜遅いからね、じゃあゆっくりした感じで、タイムリープスさんの神宮前というね優しい曲で、本日お開きとさせていただきます。それではまた明日の夜お目にかかりましょう。本日も遅い時間どうもありがとうございました。おやすみなさい。失礼します。バイバイ。